Thank you.
まずはミッドフィルダー背番号18浅野雄也選手。7月1日第19節一戦の本戦で J1 通算8試合出場を達成しました。どうぞ前へお進みください。続いて背番号11青木亮太選手。9月30日第29節柏レイソル戦 J1 通算100試合出場を達成しました。続いて背番号4菅原樹選手。6月24日第18節セレッソ大阪戦で J1 通算200試合出場を達成しました。さらに背番号14駒井義明選手。9月23日第28節名古屋グランパス戦で J1 通算200試合出場を達成しました。背番号27荒野拓磨選手。本日の試合で J1 通算200試合出場を達成しました。そして背番号1番菅野隆典選手。11月25日第33節の FC 東京戦で J リーグ通算600試合出場を達成しました。どうぞ拍手をお送りください。それではあなたの贈呈です。浅野選手にはご家族から小柏選手、青木選手には小柏選手から菅選手にはご家族から前選手のご家族から荒野選手には川合富士飛躍者から、次の選手には北海道出身元プロ野球選手の五十嵐亮太さんが駆けつけてくれました。ではファコセッションです。
我々選手たちチームを後押ししてくれたからというふうに思っています、最後に皆さんが新居を届けるそういう機会を作ることができて本当に嬉しく思っています。来シーズン、さらにいいサッカーをして、さらに結果を残して、この札幌で我々が J リーグにあるという姿を見せていきましょう。どんな時でもどんな人に対してもリスペクトということだけ忘れない。
ないでください。よろしくお願いします。皆さん、スポンサー企業の皆さん、北海道コンサドーレ札幌クラブ、監督、コーチングスタッフ、メディカルスタッフ、用具係、そしてグラウンドキーパーの皆さん、たくさんの方に僕は支えられてこのピッチに立てる今日がありました。本当にありがとうございます。2014年の夏に北海道の地に来てから、僕自身はトータル7シーズンですかね、過ごさせてもらいました。今日映像に少なくあったように大した記録は出してません。試合にもそんなに関わってなかったなと自分の中で思ってます。ただその中でこの北海道、このドーム、札幌ドーム、そして厚別競技場で一得点ずつ点を取れたこと、それは自分の中で嬉しく思ってます。
この素晴らしいサッカーという本当に楽しませてもらいました。ありがとうございます。